何これ。下水道すぎ。皆さん、今日はヒステリックパニックのトモさんに今日もお越しいただいてるんですけれども、返事なんですよ。シャアと比較をしたいなと。返事だったやっぱり。あのトモさんといえばいろんなグロい声をお持ちじゃないですか。なんかいろいろ変な声出してる。なんですよ、ものすごい方なんですけど、レコーディング先自体みたいな思ってる人も多分いると思うわけですよ。はいはいはい、俺あれですね、スーサイの動画に、なんか加工しすぎじゃねって書いてあって、はい、逆に嬉しかったです。ああ、そうか。俺のシャウトボーカルカバーって、はい、ミックスしてないんですよ。あ、そうなんですか。あのまあ面倒くさいし、ほぼ生音なんですね。うん、コンプとかもゼロなんですよ。トリオとまんまなんです。えぐっ。だからその辺の照明も。生音なんだよっていう。に、それをまずお伝えしたいっていうのもあるし、ぜひちょっと皆さん、チャンネル登録してから、この後、ご覧いただければと思いますんで、よろしくお願いします。なんかどうしましょうか？まあ、なんでも大丈夫。ローぐらいからいきます。じゃあ、ベーシックな低いやつとかってどんな感じですか？ベーシック。うん。うわ、なるほど。ぐらいですかね。まあ、低いと言っても、低いだけだと、こう、輪郭が薄くなっちゃうんで、はいはいはい。ああ、そうですよね。倍音しての、やっぱ低音っていうところはあるんで、なんかその、ちょっとこう、ビリビリ言うところは、なるべくこう、エッジは立たせるようにマジそうっすよね。こう上げてきて、ここでゴロゴロ言わしてるっていう。なるほど、こっから先はないってことですよね。なんで、なんかこう、ここでうまいことを、その倍音鳴らして輪郭作んないと、あの、なんか、もごもごしてるだけになって。はい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 。なんか、鳴らしてる。自分なりにこう、鳴らして。あー、もう一回もらっていいですか、今。うわっ！っていうロングトーンもできるわけですよね。そうですね。鳴らしてるから。僕は、どっちかっていうと、はい、これぐらいが多いです。みたいな、感じのが多くて。なるほど。なんか、この方が、クリーンと相性いいんですよ。僕の場合は。なるほど、なるほど。そう。あの、声強いというか。はいはいはい。の方が歌えるんですよね。こっちに抑える感じだと、クリーンにすぐいけないんですよね。ああ、なるほど、なるほど。クリーンって結構、この、押すし、引くしっていう。確かに。そうなんですよ。があるんで。切り替えがすぐいかないです。あ、そうなんですよ。私、戻れないしっていうので。俺、自分のパートでそのラップとの切り替えみたいなの結構あるんで、ちょっとその感覚が近いかもしれない。あ、かもしれないですね。クリーンですもんね。もまあ一応ね、そうですよね。じゃベーシックなローは抑えてる系なんですね。そうですね。なんか真ん中とかってあるんですか？真ん中あるっすけど、でも普通にやっぱガヤる感じですか、ね。すげえ。あんまでも使わないですね。これ結構初めて聞く人多いかもしれないですよね。なんか印象ない人多いかもしれないですよね。うん、なんかあんま使わないんですよ。ね、普通すぎて、自分の中では。へぇー。変な声出したいんで。あ、そっかそっか。そうなんですよ。かっこいい。なんか、普通にめっちゃかっこいいっていう音色しますね、なんか。あ、なんでそうですね。なんか、一番フラットです。何も考えずに。それすげえな。お母さんみたいな。飛んできますわ、それお母さん。やっぱお母さん大事です。親孝行っすね。大事です。大事です。なるほど。まあ、あんま使わないけどあるんですね。そうですね。僕は主に2パターンあって、いわゆるメロシャウト。ああ。割とこう。これでちょっとファルセット入ってるんですか？ファルセットも入ってますよね。ミックス寄りって感じなの？ミックスっすね。ですよね。ミックスボイスですよね。を、ちょっとエッジかけてる。うん、そう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 。っていうのが、まあこれがメインで、一番やっぱ使いやすいっていうか、クリーンとやっぱ混ざるんで。いいのと、イエーイエーイ、あ、ちょっと、イエーイファイト系もある。ハードコア、メタルコア系で。あ、そうそう。よくあるやつ。一回、その、叙情系でお母さんもらっていいですか？お母さん、あ、叙情系。響く。泣きのお母さんだ。こういう時って、なんかこう、ラッパーの人だったら、フリースタイルでなんかこう、言語があるじゃないですか。歌詞があるじゃないですか。あります、あります。でも、シャウトってこう、なんかやってくれって言った時に、ないかな。ないないない。なかったら、まあ、じゃあ、直すかって言ったらお母さんっすよ。まずは。今後それで流行らせてくれ。お母さん。お母さんで、言いやすいし。あの、ウォーミングアップして。これミドル。ミドルですね。ハイどうすか？ベーシックなやつ。ハイが俺はジャリッとしたハイが好きで。ジャリってますね。汚い。うわー！うわー！はいはいはい。集めてますね。こっち系っすね。あ、ジャリッとしてる。ジャリってますね。ちゃーうわーうわーお母さんお母さん
いないな。しっかりお母さん入ってます。個人的になんですけど、うん、やっぱ日本人って苦手なのかなっていうのはあるっすね。うんうんうん、はい。なんかまあ、そうっすね。確かに。なんか外人のシャウト聞いてると、はい、やっぱ圧倒的にそのハイの響きが上手で、はい。なんか日本人のボーカリストってあんまりやっぱそんなこう、いわゆる海外ナイズなハイ出してる人ってすごく少なくて、確かに。なんかそれはすっげえ個人的に思って。へ、ま、ぇ、あ、でもじゃあそうなんか自分ももうちょっとこう、エッジの聞いた、なんかこう、綺麗なシャッっていうの出したいなと思う。シャーシャーしてますよね、海外の人ね。そうなんですよ。抜けがすげえある。そうなんですよね。ジャリジャリしつつも抜けがいいっていうのが結構海外のそうメダルコアでスコアバンド多いですね。わかります。すげえ抜けてるんですよね。そうなんですよね。やっぱジャリっとはしちゃう。僕はもうジャリ系。これ系ですよね。ハイはでもやっぱこれなんじゃないですか、基本的に。そうっす。一番楽ですもんね、これ。うん、まあ、力みが必要ないっすよ。ないないっす。じゃあ今度あれですね。なんか特殊系水のじゃあローとかもらって水だと水ロよくまあ歌とかでもそうですけど、はあ、やっぱかがんで、うん、この胸あたりとか、はいはい、首輪に響かすと低いのが出て、はい、はいはいでフラットでミドル、なるほど、で上に上げていくとハイになる。すごいいいシステムですね。 そうもう分かりやすいです、ね、分かりやすいですね。これでいいんだ。はいはい。が低いやつ。ギャップ。でミドルがさあの、はい、前の動画でやったこう、はい、わーっていう。でか。音でかこれ。これマジやばいっすね。自分の中でこれがミドル。まあ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 ローではないっすよね。そうなんですよ。ローミドル。おお。はは。こっちがハイ。やば、ホイッスルですね。あははそうですね。ホイッスルまでいってる、いけるっていう。まあ、ハイのくくりはでかいですからね。そう、振り幅があるから。いろいろない系は、なんかこう、上顎、うん、上顎削る感覚っていうんですかね。はいはい。バチバチ汚っ、すごい汚い方が好きですよ。ビシ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 って聞こえますよ、ね、ビシビシビシ。今のトレ高やばいっすね。イレギュラーっすね。これを下げていくとゴリゴリのローになる。はい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 、はい。すごっ、下げていくとそうなるんですね。うわ、すごい。あ、でもこれですね、あとビッグスクールとかですかね。あー、はい、うん、やつだ。水ですね。今の水です。はいはいはい。おい。おい。おい。はいはいはい。今のが今の入ってた。そういうことですよね。昔やってたけど、はい、やってないと忘れたり出なくなるとかってあるっすよ。ありますあります。それはめっちゃあるっす。なんか昔の曲やるときに、うん、撮った時のやり方やって、はい、あれどうやって鳴らしてたっけ。いやめっちゃわかりますよ。何この音みたいな。当時は分かんないですけどね。そうなんです。いろいろできるようになりたいですね。どんどん出てくるんでね。新しい、発声法が。確かに。練習します。練習します。面白かったです。頑張ります。ありがとうございます。皆さん参考にして練習してください。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価お願いします。ありがとうございます。